カイサリア・マリティマ、すなわち海辺のカイサリアは、カイサリア・パレスティナとも呼ばれた都市で、ヘロデ大王が、紀元前25年頃から、パレスティナのヤフホのすぐ北に建設した。もともと存在した、ストラトンの塔という商用債をもとに大増築し、都市とそれに付随する、人工港湾まで建築した。紀元前13年には、市民が入植し、パレスティナではもともと良好が少なかったため、 カイサリアは、重宝され、ユダヤ人やギリシャ人など多民族の根住地となった。ローマ帝国も、カイサリアの海上交通の利便さに目をつけて、ここをユダヤ属州の首都とし、ローマ総督と軍隊の中屯地とした。カイサリアは栄え、新約聖書の首都行伝にも登場する。最初の違法人キリスト教徒は、このカイサリアで誕生したのである。フラビウス・ヨセフスは著作。 ユダヤ古代史及びユダヤ戦記でカイサリアでユダヤ人虐殺が起きたことがユダヤ戦争の引き金となったと述べている。ローマ時代のカイサリアにはコロシアムやカイサルに捧げられた神殿などがあったことが発掘によってわかっている。皇帝ベスパシアノスはこの町をコロニアプリマフラビアオーガスタカイサレイアと名付けている。年代のバル国のをローマ軍が鎮圧し、 エルサレムを破壊すると、カイサリアは、パレスティナ第一の都市となり、初期のキリスト教の中心も、エルサレムから、カイサリアへ移った。4世紀の歴史家エウセビオスはこの町の大司教であり、オリゲネスもこの町に滞在して、著作を書いている。カイサリアは7世紀以降、ペルシア帝国やイスラム教徒の信仰によって、破壊されたが、なんとか存続し、 12世紀の十字軍の時代には十字軍によって植民都市とされている。その後もイスラム教徒とキリスト教徒の攻防の地となったが、やがて放棄されて廃墟となった。近くには、セドットヤム、アラブ人のジスルエ、ザルカー、オール、秋葉などの都市がある。ありがとうございます。